今回の世界観に一番合う赤っていうのが最初に頭の中にあって、なんか埃っぽさとか古いものとかの中に感じるエレガンスみたいなものを全体のムードとして表現できたらいいなと思ってて。ナイス。エレガンスな雰囲気とか空気感を出していきたいと言いながら、全部がこう調和してる状態ってなんか結構自分的には気持ち悪くて、なんかこう一個壊したい部分を入れたいなっていうのがあって、奥深さのある赤だったんですけど、直感的に真っ赤なセットアップを作ろうって思って、それを天然のものでどうやったら出していけるかなっていうのをリサーチしていった時に、茜で繰り返し染めを重ねていけばすごい深い赤が作れるかもしれないっていうことで、自分でも試してみてやっとあの深い赤が出せたっていう感じですね。これは水にタンパク質を入れて煮てますね。草木の染料を染まりやすくするための除剤みたいな。終了。水洗いして、はい、でまた脱水して染め始めよう。一つの出したい色を出すにも本当に何回も同じ工程を繰り返したりとかもしないといけないし、まあ、やってみたらこう多分分かることも出てくると思うし、自分でやってみないと疑問とか自分の考えとかに対して近づけないんじゃないかなって。煮出すのはどれぐらいの時間煮出すの？1時間でも結構な量使いますもんね。そうですね。わーすごい。この中で広げる感じですか？一瞬で変わりますね。これをあと5回やるのこれやばいかも。やっぱこの鍋に対して生地量が多いんで、この広げるのが難しいというか、そのジャケットとパンツのセットアップを作りたいんで、その生地量に対応してないというか。やってみるとなんか布にその色素が入っていく瞬間とかもこう目で見えるし、自分でもやっぱその瞬間が見えるっていうのは結構大きいことだなって思うんですよね。昔の人はこれが普通だったのかなって思うと、それが今の環境でこう生きてる自分からすると結構大変だなって思ったりとか、振り返る視点ですね。
通っていう感覚とかもやっぱ昔と今では多分違うだろうし、そこがこう昔の人に一歩近づけて、そこの感覚の差みたいなものが分かったっていうところが一番大きいかもしれないですね。よし、心動かされたりしたこととかは嘘じゃないんだろうなって、自分の気持ちが動いたから誰かの心も動くかもしれないっていうことだと思うんで、最初の自分自身の感動した部分っていうのを薄めずにいきたいみたいな、なんかそこを最後まで大切にしたかったって思いましたね。服ってもう人間だと思うんですよね。他の動物と違ってそう楽しんだりできるっていうのが、まあ、人間らしさだとしたら、服って本当そのらしい部分がもう形になったものなのかなって思ったりもして、そこが多分結局好きな部分なのかなっていう感じはしますね。もう僕自身の中に多分そういう哲学的なものは多分あるから、そこを信じて作っていくっていうことですかね。ファッションデザイナーの久保翔平です。